ウルフマンは2010年のアメリカ映画、1941年の映画、狼男のリメイク作品である。狼男を演じるのはベニチオ・デルトロ。1891年のイギリス。ロンドンで舞台俳優として名声を得ていたローレン・スタルボットは弟ベンの婚約者グエン・コンディフからの知らせで、ベンが行方不明であることを知り、久しぶりに、 故郷ブラックムーアに帰ってくる。道中列車の中で謎の老人から狼の頭の銀細工の杖を譲渡される。帰国後、待っていたのは父ジョン・タルボットの冷たい歓迎であった。さらに弟のベンは無残な姿で殺され、肉屋に安置されていた。葬儀後、ローレンスはベンを殺害した犯人の正体が狼男であることを突き止めジップシーのキャンプで、 ウルフマンを倒すべく抗戦するが、逆に傷を負わされ呪いにより、同族となってしまう。役名、俳優特殊メイクを担当したリック・ベーカーは、この作品で7度目のアカデミーメイクアップ賞を受賞した。彼の初めての同賞受賞は1981年の映画狼男アメリカンであるが、そこでも彼は狼男の特殊メイクを担当していた。VFX は、 ムービングピクチャーカンパニー、リズムヒューズ、ダブルネガティブ、ゾーックスタジオなどが担当している。当初は2009年2月に全米公開される予定だったが、追加撮影などのために2010年2月12日に延期された。日本では2010年4月23日公開。今後日本作が新狼男としてリブートされる予定である。ありがとうございます。